少年音苗詞は、結城光流による日本の小説。イラスト担当は、朝木桜、伊藤七津星。角川ビーンズ文庫より2001年12月から刊行されている。2017年9月時点で、シリーズ累計発行部数は550万部を突破している。2004年にドラマ CD 化されたのを皮切りに、様々なメディアミックス展開がなされている。 詳細は後日の項を参照。また、2006年10月から2007年3月まで、テレビアニメが放送されていた。自身が一番のファンと言い切るほど、著者にとって思い入れが深い作品らしい。また、ほぼ毎巻後書きに登場人物の人気投票を載せている。時は平安。安倍正宏は、期待の大恩苗師、安倍の生命の末の孫で、恩苗師。 と言っても、まだまだ半人前。良き相棒のもののけと、爺様におちょくられながら、修行に励む日々。ある時は、違法の大妖怪を倒し、またある時は、高専の四季の大軍からとを救う。そんな中、またむやまさの周りで奇怪なことが起こる。アニメーション制作は、スタジオディーン。全26話。キャストについては、 少年音名詞の登場人物の項目を参照。少年音苗詩翼を今、テへ帰れのタイトルで2007年7月19日に発売された。太陽騎手は PS2 で複数エンディングありの電気アドベンチャーゲームである。完全オリジナルフルボイスで原作イラストが忠実に再現されている。また、本作オリジナルキャラクターも登場する。 ストーリーは本編の休憩編と風音編の間の話であるとされる。オリジナルキャラクター及びメインキャラクターの紹介は少年音名詞の登場人物を参照。また、ゲームを元にした概念小説も刊行されている。ファミ通クロスレビューでは6、6、7、6の25点。レビュアーはテンポがよく使用キャラクター全員分のエンディングがある。 用語解説機能があるのがいいとした一方、システムや戦闘がオーソドックスでよくある、アドベンチャーゲームと変わらない、戦闘が頻繁にあるためもう少し楽しめる要素が欲しかった、演出が地味とした。2007年10月4日から8日に、東京、池袋のサンシャイン劇場にて、ミュージカル、少年を無用し歌え巻き、この少年、生命の光景につき、が4日間連続で開催。 ストーリー、キャストともに、舞台オリジナルとなる。舞台版、キャスト舞台版、スタッフ2020年2月22日から3月1日に、東京の築地本願ジブディストホールにて、舞台、少年音無用主現代編、縁の眠りの皆、目覚めが9日間連続で開催。同名タイトルの原作エピソードの舞台化。舞台版、キャスト舞台版、 スタッフフ,フロンティアワークスマリンエンタテインメントより発売。ザ・ビーンズに番外編がビーンズエースに番外編コミックが連載。また、2005年8月24日発売の月刊アスカから本作品の漫画が連載された。作画は瀬田ひな子。アサギ版のコミックは2010年9月発売の画集に収録されている。2006年4月からウェブラジオ。 少年音苗詩、かなたに放つ声を聞け略して、マゴラジが配信開始。パーソナリティは、正さ役の海田幸と、グレン役の小西か幸。2008年7月より、少年音用詩、音名料電脳部放送局略して、マゴラジにリニューアルして配信していた。2007年5月20日に、東京、新宿の東京厚生年金会館にて、 孫感謝祭風画に響くしを聞け、朗読ドラマトークライブが二部制で開催された。この模様は一部が12月7日発売の DVD、ダイジェストがアニメ化雑音編 DVD の特典映像として収録されている。ありがとうございます。